サステッカーが貼られたオレンジ色のランボルギーニカウンタック LP400 世紀輸入第3号車シーサイドモーターはかつて神奈川県横浜市に存在した輸入車ディーラーランボルギーニやマセラティの日本代理店を担当していたサのステッカーエンブレムが有名である創業者である松沢己晴が学生時代に外国車販売のアルバイトを行ったことがきっかけだった 主に、米国兵から買い取り、日本人に売った。1960年頃には、横浜、元町に輸入中古車ディーラー、シーサイドモーターとして開業した。また、松沢は、船橋サーキットで行われた草レースにも参戦し、生沢通安田銀に、浮谷や孝二郎などと交流を持つようになった。事業は、順調に進み、1970年代前半から、 神奈川区三沢の国道1号沿いに10階建ての自社ビルを建設した。しかし、オイルショックで建材の価格が急騰し、多額の負債を抱えるようになる。自社ビルが完成した後、ランボルギーニやマセラティなどのイタリアンスーパーカーを販売するようになり、その後、池澤里氏の漫画、サーキットの狼の影響で連日ショールームの前にはカメラを持った子供たちでいっぱいだった。 スーパーカーの知名度は上がったものの、車が非常に高価であったために、売り上げが大きく伸びることはなかった。1970年代後半にはブームが過ぎ去り、景気の悪化とともに経営状態はさらに悪化。1980年、シーサイドモーターは倒産した。倒産後、客から預かっていた車を担保代わりに持って、行かれるのを防ぐため、社員総出で車を返しに行ったという。 ありがとうございます。